皆さん、こんにちは。TT11 です。今日は若狭おにっこ祭りにお招きいただきありがとう。私たちは鳥取県を歌とダンスで作られたユニットです。よろしくお願いいたします。それではまず自己紹介をしたいと思います。まず私からいきます。高校1年生16歳のアイナです。私の好きな食べ物はつくしんぼうの手作りソーセージです。今日も1本食べてきました。一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、中学校3年生15歳のゆうきです。若さといえばこの道沿いに柿を皆さんたくさんあったの見られましたか？はい、私、こう見えても TT11 の花ということで。おっ、行きたいですね。はい、花。おということで花越し柿って言うんですが、ぜひ皆さん食べてみてください。今日一日よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、小学3年生のりりかです。私は幼稚園の時にひょうたくんに泊まりに来ました。とても楽しかったのでまた泊まりたいです。今日も一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、小学校4年生のあいりです。私にとっての若さは毎年氷ノ山にスキーにしに来ることです。私は小さい頃から毎年行っています。来年はスキー合宿があるのでそのためにいっぱい練習してもっと上手に滑れるようにしたいです。今年はスノボーに挑戦したいと思います。今日も一生懸命歌って踊ります。応援よろしくお願いいたします。はい、小学3年生のあいみです。私の若さといえば氷ノ山で毎年行っています。私はスキーが得意なので今年も楽しみにしています。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、私たちのカードの名前を覚えて帰っていただけたらとても嬉しいです。